翡翠の怪談師浅上洋平です声優が語る怖い話第3幕ブルーレイの発売が決定しました、えー、僕が語った怪談返しても収録されております、えー、この話の聞きどころなんですけれどもまあ、えー、お父さんと、えー、その子供を僕が演じるわけなんですが、えー、子供っていうのは僕の声質からしてあんまりこう演じることがないのでちょっと子供の,この無邪気さというか、えー、でもそこがちょっとこう ぞっとするような怖さみたいなのをこう出せたらなと。とそういうところをちょっと聞きどころにして聞いていただけたら嬉しいです。ぜひお手に取ってお楽しみください。翡翠の怪談師、浅上洋平でした。